犬飯チャンネル。皆さんこんにちは、犬飯チャンネルです。突然ですが、愛犬の暑さ対策を怠ると約 50% の確率で命を落としてしまう可能性があると言われていることをご存知ですか？犬の体はとても暑さに弱い構造になってしまっているんです。しかし、あることを意識するだけでそんなリスクを大幅に減らすことができます。そしてあるサインを見逃さないようにすれば、暑さで体調が悪くなる前の症状を早期に発見することができます。知らなかったでは済まされないほど高いリスクの暑さ対策。皆さんの大切な愛犬の命を守り、愛犬と楽しく快適な生活を過ごせるように、この動画ではこれから夏本番を迎える前に身につけておきたい愛犬の暑さ対策についてお話ししていきます。夏の暑さ対策は、外にお散歩に連れて行っている方や愛犬の体調には気を使ってあげたいという方、そんな皆さんにとって絶対ためになる内容になっていますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは、愛犬の健康対策に関する情報をはじめ、様々な食事レシピなども配信しております。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いします。それでは本題に入っていきます。まず大事な前提として、犬にとって危険な気温が何度以上か知っていますか？それは25度と言われています。意外と低いと思いませんか？そのため、犬の暑さに対する危険性は、私たち人間よりも何倍もあるということになります。それでは、具体的にどのようなことをすれば、愛犬を暑さから守れるのか、具体的な対策や注意点を5つ解説していきますので、しっかりと実践して、ワンちゃんの命を守ってあげてください。犬飯チャンネル。1つ目は、愛犬が快適な環境を作るためのポイントについてです。汗をかく汗腺が全身にある人間と違って、犬は体の構造上、体には汗腺がなく、小さな肉球にしかありません。小さな肉球のみでは、汗をかいて体温を下げることができないため、体全体の体温調節に犬の汗腺はほとんど役に立っていないのです。真夏の部屋の温度は、簡単に犬が危険なラインの25度を超えてしまいますので、汗がかけない愛犬のためにも、エアコンや扇風機を使って常に24度以下に保つよう心がけましょう。また、直射日光が入る部屋は、入らない部屋と比べて室温が大幅に上昇してしまいますので、時間帯によって直射日光が入り込むような部屋は、カーテンやブラインドを使って部屋の温度が上がりすぎないよう工夫をしましょう。そして、アルミやジェルなどの素材でできた犬用のクールマットや冷却マットを使用し、部屋の中が暑いと感じた時に、愛犬が涼しくリラックスできるスペースを確保しておきましょう。これらのアイテムは、冷水に浸して使うものや、自然に冷たくなる素材でできたものなど、いろんな種類がありますので、夏本番が来る前に、ぜひチェックしてみてください。お留守番中は特に、飼い主さんがその場で臨機応変に対応するということが難しいので、事前にこういった快適な環境づくりがとっても大切です。ぜひ参考にしてみてください。そして2つ目のポイントは、水分補給の方法です。人間は自分で冷たい飲み物を飲んだり、服を脱いだりして体温調節ができますが、犬はこれらの対策をすることができません。水分不足は血液循環の悪化や腎臓の負担を増やし、暑さによる熱中症など体調不良に陥るリスクを増大させてしまいます。また、うちの子はあんまりお水を飲んでくれなくて、と思っている飼い主さんもいるのではないでしょうか。水分補給が苦手な子には、うまく水分を取らせるための工夫が必要になってきます。まず、愛犬がいつでも新鮮な水を飲めるように、部屋や庭など、いつもよりたくさんのポイントにお水を置くようにしましょう。特に暑い日には、水の量を増やし、こまめに水を取り替えてあげることが大切です。また、体温調節や清涼感があるという理由から、冷たい水を与えると、より多くの水を飲んでくれるといったデータもあり、10度から15度程度だと、人間よりも体温の高い犬にとっては十分に冷たく感じられる温度になるようです。極端に冷たくもなく、自然に飲みやすい温度なので、消化器系に負担をかけることもなく、水分補給を促し、体温を効率的に下げることができます。お腹を冷やしすぎないように注意しながら、冷蔵庫で冷やした水を与えたり、水に氷を浮かべてあげたりして、飲料具合をチェックしていきましょう。そして、特に水分補給が苦手な子には、特別なおやつも効果的です。フルーツをカットして与えたり、冷凍したフルーツを与えることで、楽しく水分補給を促すことができます。特におすすめなのは、スイカやメロン、イチゴなど、水分が豊富なフルーツで、みずみずしくて甘いおやつに愛犬も喜ぶこと間違いなしです。
ただし、犬にとって安全なフルーツを適切な量を与えるようにして、種や皮を取り除いて与えることを忘れないようにしましょう。また、味付けしていない肉や魚を茹でて、煮汁をドッグフードにかけてあげたりするのも、水分補給の意欲アップには効果的です。水分は愛犬の体温調節に極めて重要な役割を果たしています。犬に必要な1日の水分量は、5キロの犬で約 440ml、10キロの犬で約 750ml が目安です。熱中症予防のためにも、必要な水分をきちんと補給できているのか気を配ってあげましょう。愛犬の健康を気をつける上で、普段から取り入れる食事は非常に大切になってきます。特に夏の暑い時期は、ストレスや脱水など注意する点が多くあります。そこで公式 LINE にて暑さ対策におすすめの食事レシピをはじめとするレシピ30選の豪華特典をプレゼントしておりますので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。3つ目は特に注意が必要なお散歩など外出の際のポイントです。まず、夏のお散歩は日中の暑い時間帯は避け、早朝や夕方など涼しい時間帯が最適です。犬は暑い時や体を動かして体温が上がってきた時など、はぁはぁと激しい口呼吸をしますよね。この呼吸のことをパンティングと呼び、パンティングは犬が体温を下げる方法の一つになります。ただ、この方法は効率が悪く、熱を逃がすのに限界があり、夏の室外など高温多湿な環境では特に効果が低下してしまいます。中でも大型犬は体内で生成される熱量が多いため、パンティングだけでは熱を逃がすのが追いつかないと言われています。また、パグやブルドッグ、ボクサーなどの担当種は気道が狭く、パンティングによる体温調節が困難で、暑さに弱い犬種になります。肥満の犬や高齢犬、持病を持っているにも、同様に暑さに弱いとされており、これらのワンちゃんたちは熱中症リスクが通常よりも2倍以上高いとされる研究データもありますので、リスクの高い愛犬たちには、お散歩の時など特に細心の注意が必要になってきます。皆さんはお散歩出発前の地面の温度チェック方法はご存知ですか？アスファルトに手の甲で5秒間触れてみて、地面が熱くなっていなければ大丈夫です。5秒間触ることができない、熱いなと感じたら、お散歩に出かける時間帯を見直しましょう。日本気象株式会社のサイトに犬のお散歩予報があり、今いる場所の路面温度予測から、愛犬とのお散歩に適した時間を教えてくれる便利な機能があります。こちらには3日先までの路面温度予測値と危険指数が掲載されていますので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。路面が熱くて肉球が火傷してしまうと、赤みや腫れ、水ぶくれ、皮膚が剥がれたり、出血するなどの症状が現れて、歩行に支障をきたしたりと、取り返しのつかないことになる恐れもあるので注意しましょう。アスファルトの暑さを警戒して、靴下やブーツを着用するということを考える方もいるかもしれませんが、犬は人間よりも地面に近い位置にいるため、アスファルトやコンクリートの照り返しを直接受けているということも理解した上で行っていきましょう。一番ベストなのは、お散歩の時間帯を調整して、暑い地面を避けるようにすることです。地面の温度チェックやお散歩予報は、ぜひ参考にしてみてください。4つ目は、冷却グッズの活用です。先ほどもご紹介した、クールマットや冷却マットの他に、直接体に装着するクールベストやネッククーラーなどの冷却ウェアも多く販売されています。犬は全身を脱ぐことのできない紐で覆われているため、熱が非常に体内にこもりやすくなっています。特にゴールデンレトリバーやラブラドールレトリバー、秋田犬やシェパード、コリーなど、外側の硬い毛と内側の柔らかい毛の2層構造であるダブルコートを持つ犬種や、ポメラニアンやヨークシャテリア、マルチーズやシーズーなどの長毛種も、紐が断熱材のように働き、熱を逃がしにくいため注意が必要です。体に熱がこもりやすく、体温調節ができない愛犬のためにも、快適に過ごせる冷却グッズの活用を検討してみましょう。体に装着させる冷却ウェアなどは、水に浸して軽く絞るだけで使用できるものも多いため、手間がかからず、手軽に冷却効果を得ることができます。外出の際に効率的に犬の体温を下げることができますので、持っておくと安心ですね。ただし、冷却ウェアのサイズが緩すぎると、冷却効果が減ってしまいますので、体にフィットするサイズのものを選ぶようにしましょう。専用のアイテムを持っていない場合は、お家にある冷却ジェルやアイスパックを活用するという方法もあります。ただし、キンキンに冷えたものを直接体に当てることは避けて、タオルで包んだりして体に当てるなど、冷やしすぎないよう注意しましょう。
冷却ウェアを使用することで愛犬の体温調節を助け、夏の暑さから守ることができます。適切なサイズや素材の冷却ウェアを選び、愛犬が暑い季節を快適に過ごすための手助けをしましょう。最後は、いざという時に備えて覚えておきたい緊急時の対応と、見逃したくない体調不良のサインについて解説します。暑さにより引き起こされる体調不良の中で、一番怖いのが熱中症です。ここでは、熱中症のワンちゃんに見られる初期症状から、すぐにでも病院の搬送が必要な重篤なものまでお伝えします。熱中症などの暑さによる体調不良の初期症状として、まず一番初めに見られるのが、通常よりも激しいパンティングです。はぁはぁという呼吸が通常よりも荒く速くなります。暑い日は犬のパンティングの様子に異変がないかをこまめに確認するようにしましょう。また他にも体温の急上昇とともに過剰なよだれ、落ち着きがなくなる、歯茎や舌など口の中が赤くなるなどの症状が現れます。これらの症状が少しでも見られたら病院に連れて行く前に応急処置として直ちに日陰などの涼しい場所へ移動し、冷たい水で濡らしたタオルや保冷剤などを使って、首、脇の下、股間など血管が集中している部分を重点的に冷やしましょう。扇風機や冷たい風を当てるのも効果的ですが、くれぐれも冷やしすぎには注意しましょう。また、一気に大量の水を飲ませないように気をつけながら、水が飲めるようであれば、少量ずつ水分補給をさせましょう。軽度の熱中症や体調不良であれば、迅速な対応と適切な治療で多くの犬が回復します。応急処置が済んだら自己判断はせずにすぐに動物病院に連絡をして受診が必要な場合は体を冷やしながら搬送するようにしましょう。軽度の症状で済めば良いのですが、これ以上の熱中症になってくると嘔吐や下痢、ぐったりして動こうとしない、ふらふらして歩き方が不安定になるなどの症状が見られ、重度になると歯茎や舌が青白くなり、発作や痙攣を起こして意識を失い、呼吸困難、多臓器不全やショックを引き起こすなど死亡率がぐんと高まります。こうなる前に早急に獣医師に連絡をして指示を仰ぎましょう。状況によっては一刻を争うため、すぐに動物病院へ連れて行くことが大切です。あれ、なんだか様子が変だな、と感じた時にすぐ対応できるように、応急処置の方法を知っておくといざという時に役に立つかもしれません。愛犬の熱中症は迅速な対応が求められる緊急事態です。早期に症状を見つけ、適切に対処することで愛犬の命を守ることにつながりますので、ぜひ覚えておきましょう。犬めしチャンネル。今日は愛犬の暑さ対策について重要なポイントをお話ししました。最悪のケースまでお話ししましたが、おそらくここまで聞いてくれた皆さんは、絶対に大切なワンちゃんにそうはなってほしくないと思って聞いてくださっていると思います。大切な愛犬の健康を守り、長生きしてもらうためにも、暑さ対策だけではなく、私たちはもっといろんなことを知っていただきたいし、知識をつけていただきたいと考えています。いかがだったでしょうか？この犬めしチャンネルでは、愛犬の健康対策に関する情報をはじめ、様々な食事レシピなども配信しております。皆様のワンちゃんが健康でいられるよう、公式 LINE にて愛犬の手作りご飯、レシピ30選をはじめとする豪華特典をプレゼントしておりますので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の感想や気になるテーマがあればコメント欄にてリクエストをお待ちしております。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をしていただければ動画投稿の励みとなりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。